え、何当たり前みたいに朝帰りしてるんですか。彼女の私を指し何しろのワンピースなんか着てるんですか。このビッチ、誰がちょっと何よ。え、染谷さん、ナイスタイミング。ちょっとこっち来て。三重さんのじゃね。え、あ、そうかも。ちーちゃん、真央さん、ケーキおごってください。は、なんでちーちゃんもちょっと怒って。知りません。ケーキ、ケーキ、ケーキ。夏川、一体どうし、かわいい。かわいくない。どうした。そういえば、あんたにも用があったかも。え、俺に。別に大した用じゃない。昼、ちょっと何よ。千鶴さんにした100倍のことしてもらうんですから。だから何もしてないって。してないわけないでしょ。二人とも大人な。もう一泊なんて無理に。なんでですか。千鶴さんとはお泊まりまでしたのに。和也くんの彼女は誰かお忘れ。入れ入れ。あそこだけはやばい。お邪魔します。付き合ってます。トイレの手洗い場んとこ置いてあった。受けてあげてよ。はい。え、あ、誰だろう。何してるんだろう。昼、いつも昼休みになったらどこ行ってんの。中庭のベンチで飯食ってみたり。ああ、でも今日は風紀委員の人たちと食べたな。篠宮先輩と稲富先輩と。篠宮先輩、一緒に食べない。ほおずきさん、あの、嫌だったら。嫌じゃない。私も。何よ。俺、お前の六段聞いてみてんだけど。ねえ先輩。やめろよ。おいせ、はやっちとどこまでやっちゃったんすか。じゃあ私とも付き合っちゃう。なに小村、超積極的じゃん。あ、みえさん、このメガネ。じゃあ、なんで、どんな関係。姉貴の友人だったりもするし。そうなんだ。花王界の跡取り、大鳥和沙さん。はい、私が里和ちゃんの演奏を聞いたのは、2年に一度行われる我が花王界と宝月界の合同演奏会。私たちと一緒に姫坂でおことをやりましょう。ウケる。でもさ、彼氏つーか、もこもこ。先輩の頭、ベトベトするから触らない方がいい。誰がベトベトだ。毎日洗ってるよ。いえ、結構です。違う、そうじゃなくて、私はここがいいの。よし、邦楽祭はこれにしようぜ。ちょっと待ってよ、まだどんな曲かもわからないの。ほんと働け。え、いや、ウケるわ。ここまで言われっぱなしってさ、ありえないっつうかさ。もしかしてコインランドリーのお金とか気にしてる。いや、そうじゃなくて、ナサ君に下着を見られるの恥ずかしい。確かにパンツは見られたくないよな。パンツ、待て。あんたがなんで。いや、借り物競争でお守りが必要になった時貸してくれたんだ。一緒にフォークダンスを踊ってもらえませんか。しっかり曲奏を練ればすごく聴かせる曲にできそう。タカ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 タ。また間違えた。ねえ、やめない、この練習。だったら何よ。いや、お前本当に本気でプロ目指してんだなぁと思う。パンツはお嫁さんのは見たいけど。いくらなんでも効率が悪すぎるわ。やっぱりここは私がナサ君の分まで洗うってことで。これがお嫁さんの。見られた。違うって。どう言い逃れするつもりですか。今二人で部屋から出てきた。大丈夫じゃん。何、あんたも混ざりたいの。おお。最近おとなしいよね。なんかわからんが受けた。
てかさ、夏川ちゃんとどうなの？最近見ないよね、夫婦喧嘩。アホか。え？は？美坂さん、代わりに踊ってくれます？だけど、急にそんな準備が、またの機会に。そうよ、その通りよ。プロになるためにあんたたちを利用してんのよ。なんか文句ある？私がここの部がいいって言ったのは、みんなと弾くのが、これがお嫁さんの着てたネット？そう、女性用の下着は繊細だからね。着いたよ、ここがアリス川ランドリー。アリス川さんち、こういうのもやってたの？アホか、家すら知らねえわ。何それ、旦那失格じゃん。魅力ないんじゃないの？俺はそりゃモテてんぞ。告られたりもするしな。あ、誰？ホタル。借り忘れて。ちょっとルカちゃん話を。シズルさんは黙っててください。大体は元気だ、メスとしても元気だ。いや、お分かりでないようなので言っときますけど。ダメだって。ミサカ、カッチコチだな。邪魔しちゃダメです。右手を上げたら、あれ、次は、ん、何を、悪い、最低、バカガキ。てめえ何すんだこら。なんだよ、今から大事な相沢のフォローを。来なさい。ちょっ、急に引っ張っ、なんでこんな怒ってんの？夏川な、何？おお、持ってのほかです。それはルカちゃんも一緒でしょ。私はもうやめました、うん、私に黙って和也くんの部屋に上がり込むなんて、どんな事情が、うん、もう限界。ルカちゃん。やっぱり能力者を実験動物みたいに。その出会いが私の宝物になってて、だから今度は、うん、それが言いたかっただけ。その言い方だと俺も含まれるだろ。そっかそっか。ミジンくん、ギルガキ。あ、飛んだ。結構耐えました。それって、ちょっと勘違いしないで。そんな